ビッフィ・ー・クライロは、スコットランド出身のロックバンド。欧州で、数々の音楽賞を受賞するなど、英国では、トップの実績を誇るスコットさんの、オルタナティブロックバンド。バンドロゴ1995年、サイモン・ニールと、ジェームズベンのジョンストン兄弟で結成。2002年にベガーズ・バンケットレコードから、アルバム、ブラックスカイを発表し、インディーズデビュー。サードアルバム、 インフィニティランドを英国インディーチャート4位に送り込んだ後、ワーナー参加の1 4スフロアに移籍しメジャー進出。レッドホットチリペッパーズ、ザ・フー、ザ・ローリング・ストーンズなどの前座を務めて知名度を上昇させ、メジャー初、自身4枚目のアルバム、パズルで英国チャート2位のヒットを生む。その後は各ロックフェスティバルでヘッドライナーに抜擢されるようになり、 2010年12月4日には、ウェンブリーアリーナでの公演を行った。初来日は2008年4月。その後、同年8月のサマーソニックに出演。2010年には、単独公演とサマーソニック出演を兼ねて、来日している。2014年には、フジロックフェスティバル14に出演。2008年のグループショット、ありがとうございます。